すっきりしますよね。はい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 。あ、これもいいな。これももちろんコーナー IT で。あ、この辺いいな。いや、春先 T1 にこれとかめちゃくちゃかっこいいっすね。まあ、デニムが好きなんで、たぶんハマると思うんですけど。いつもマサニが着てるよりは、はい、この男らしさがちょっといい感じになる。なるほどなるほど。ちょっと上品。ちょっともうまさにかわいい一面で、ね、はい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 、運転しないときに。この点も、あ、これもマーク・ジェイコブズ。もうこれもかっこいいです。これかっこいいっすね。これも、はい、このワーク感が、はい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 、でもワークが回りつつでも綺麗っていうのが、やっぱ上品、ね、はい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 。生地がなんかすげえいいな、うん、うわいい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 。あー、なるほど。いや、かっこいいな。うん、いや、いいっすね。うん、もう全然もうこれもう着れたら僕も欲しいぐらいです。なんも入んないですけど。いや、これめっちゃかっこいいっすね。こいつなんか仕立てがなんかスーツみたいな。そう、なんかもうなんかテイラードみたいな感じの仕立てで、うん、でもその形がやっぱスイングトップとかワーク系なんで、うん、男臭さもありつつ上品さもあるっていう、うん、わ、これめっちゃいいな。やっぱマーク・ジェイコブズ俺好きっすね。どうも。でもだからまさにアメカジ好きなだけで、はいはいはい、体型はきっとインポート体型なんじゃないですか。あ、そうなんですかね。インポートあんまりやっぱ行ってないんで分かんないですけど、そうかもしんないですね。でも僕だってマークとか着たら、はい、ほんと袖丈なんてもう長くて着れないですよ。あ、そうなんですか。袖丈ちょっと長めですよね。へぇー。あ、どうなんだろう、分かんない。まあ、でもジャストですよ。ジャストです。ボタンつけ閉めたら多分、はい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 、ぐらいの。へぇー、うわ、いいなこれ。いや、これは絶対コーナーっすね。これかっこいいな。マーク・ジェイコブズ好きっすね、俺きっと。そうですね、はい、ありがとうございます。いや、なんで似合いますか。いや、さ、今までで全然見てなかったっすね、そっち系。やっぱ全然いけるな。シャツ、この辺、そうですね、この辺も気になりますね。これはマルミ。マルミ、イタリアのブランド。イタリアのブランドっすか。これもかっこいいっす。ちょっとこれも着させていただいていいっすか。面白いな。やっぱ今までなかなかない感じなんで、すげえ楽しいですね。いや、もうマサニーの口からマルニっていうワードが出るだけで。マサニーがマルニって初めて言いました、でも。いや、サイズはいいな。あー、うん、なるほど。あ、でもめっちゃいいな。綺麗ですよね。綺麗ですね、やっぱこんな感じになるのか。あ、でも今の感じでも全然いいっすね。うん、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 うわ、めちゃくちゃいいな。やっぱシルエットすげえ綺麗っすね。うん、あ、そうだと悪いことしなそうですね。これを着てるだけで。あの人いい人だな。確かに優等生っぽいですね。全然優等生じゃないんですけど、俺おごっちゃまかな、ね、ちょっと出るのかもしれない。ああ、なるほど、はい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 、いや、かっこいいな。いや、これもありだな。いや、どうしようかな。めちゃくちゃコーナー行ってますからね。まあまあ、最終的にあのコーナーでなんかいろいろ着合わせてみて。あ、はい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 、そうっすね、うん、いや、これもいいな。でも意外とこういうのでもやっぱロックT下に着ても全然ありっちゃありっすよね。この感じもなしじゃないですよね。うん、まあ、できればやっぱ締めてほしいよ。あ、まあ、そうっすよね。気持ちとしてはそうっすよね、うん、いや、でもありだな。これもいコーナー行っちゃおうかな。ありがとうございます。早いです。いや、結構コーナー行っちゃったな。まあ、最終的になんかピント、はい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 、こいつかなっていうのがまさにあってくれれば、はい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 、そうだな。あと、などうしようかな。
まあこの辺もチェック好きなんですけど、まあまあ、うん、どうですかね。まあ新鮮味はちょっと出ないかもしれない。まあそうっすよね。うん、こうかな。これとかちょっとあんまり着ない感じですけどね。そうだいぶフレンチな。うんうんうん。これも一旦試着させて、はい、これはアミ。アミ。これもフランスですか。これパリ。あ、パリ。へえ。長いですよね。アミアレクサンドル・マティシテロップが大変そうだな、うん、赤い帽子かぶってあのヒゲ面のはい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 絶対そうそうなんデザイナーさんそんなでへえじゃあこれも一回させていただいてはいいや楽しいなこれはでも、はい、ハマっちゃったらだいぶフレンチ感出るんじゃないですかああいいっすねでもやっぱ僕がもう普段全くやらないとこなんで、そうそう、うんうん、待ち合わせでこれ着てまさにいてもこれスルーする感じ。いや確かに、そんなわけないの。こんな綺麗なシャツ着ないですからね。あ、それあ、それこれ。はい。それや。まあどんなんなんだろう。あとサイズはいいかな。いいな。うん。はい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 。ああなるほど。なるほどなるほどいやこれはスルーされますね俺、うん、これね、うん、これで待ち合わせたらさっき置いたそのデニムジャケットとかいいんじゃないですかあはい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 この上にってことですかこの上にはい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 だいぶ爽やかちょっとじゃあ着てみてもいいですかうんぜひこっちってことですか そ, う そ, それがハマるんじゃないかなと思いますはい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 うわいいとこの子みたいな感じ。はい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 。わあそうあはい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 。えだいぶ綺麗な。確かこれはスルーされますねでも。だいぶそんなわけないみたいな。いやでもかっこいいっすねでもやっぱ。でも使ってるアイテムだけ見たら、うんうんうん、いつもとそんな変わんないじゃないですか。はい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 、はい、でもこのブランドが違って、うんうんうん、このブランドブランド提案が違うだけでこれだけフレンチに変わるっていう。ああ。これどっちもフランスとフランス。はい、そうですね。へえ。エディション MR はそうかそうですね。いやかっこいいな。いやなんかアメカジが抜けてでもいいっすね。この感じ。いい、うん、いい、本当にいい子、いい子みたい、うん、だからなんか、マサニーが結婚の挨拶とかもしこれねデニムジャケットでいっちゃいけないと思いますけど確かにでもまあ、まあ、いいとこの子感はいいとこの子感確かにいや、これかっこいいっすねなるほどで、これちょっとまたコーナーに行かせていただいて、はい、いやー面白いなちょっと最後に、はい、マツさんが僕にスタイリングを組んでいただくっていうのをしたいんですけど、はい、任せてください。はい、ちょっとこれじゃあ、はい、じゃあ何コーデかちょっとマツさんに組んでもらって、はい、スウェットパンツからかな。そうっすね。じゃあ一回着替えるんで、はい、はい、お願いします。はい、そうこんな感じに、うん、スタイリング組んでいただきましたどうすかこれでもバッチリですバッチリですかバッチリですだから自分でもやっぱ僕デニムしか履かないんで、うん、こういうのを履くのは、まあまあ、なかなかないので新鮮ではありますけどこのパンツはどこのブランドですかこれアミですねアミあさっきのシャツ、はい、シャツのブランドそうです、これかっこいいね。これがさっき試着させていただいたマーク。マーク。あのはい、マークジェイコブ。はあ。これなんかどんイメージかあるんですかなんか。イメージは、はい、ゲットダウンっていうあのドラマの、はいはいはい、あの黒人のアフロの男の子が、はいはいはい、そのブルゾン着て出てくる。これこんな感じで。ゲットダウン面白かった。見てみよう。ドラマですか。ドラマですね。あドラマ。ネットフリックスですか。そうです。ヒップホップカルチャーの。はい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 。かなりリアルに描いてる。面白そう。いやこれでもいいっすね。似合いますよね。あ本当っすか。うん、これはでもあれですか。僕が待ち合わせでこれ着てたら、あマサニーになります。いやこれはでももうギリギリマサニーなんだ。ギリギリ。見る人
人が見ないとやっぱこの違いは出ないかな。あ、まあ、そうっすよね、はいはいはい、まあ、普段の僕を知らないと。なんか締めてもらって、はい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 、このたまり作ってもらってもいいかなと思うんですけど、たまりウエスト部分ちょっと今日陰が長いというか、はいはいはい、ちょっとこれぐらいの。あ、ね、なるほど、たまに作ってもらった方が、はいはいはい、あ、いいな、かっこいいな、うん、締めてる時のこの着丈の方が全然かっこいい、はいはい、ああ、なるほど、へえ。いや、めちゃくちゃ新鮮ですね、でもかっこいいな、うん、いや、このジャケットがもう抜群にかっこいいですね。これめちゃくちゃかっこいいっすわ。まあ、じゃあワンコーデ目はこんな感じで、はい、じゃあ次、じゃあもうワンコーデだけ組んでいただいていいですか。はい、はい、お願いします。はい、2コーデ目はこんな感じですね。はい、いや結構いいっすね。僕スウェットパンツを履くことがまずないんで、この感じめちゃくちゃ僕新鮮っすね。いや、もうかっこいいですよ、ね、これはどこのやつですか、このスウェットパンツ。これはラスベートっていう、はいはいはい、ボーシャラブチンスキーっていうブランドをもともとやってた方が、はい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 、新しくやってるブランドなんですけど、へえ。そのラスベートが、はい、ラッセルラッセルですよね。ラッセルボディのスウェットで、はい、作ったっていう。でもダブルネームってことですかよ。ダブルネーム、まあまあまあ、なんか、まあラッセル使いたかったでしょ。まあダブルネームって言い方、まあでもどっちもタグには入ってるんで、ダブルネームでもダブルネーム。はいはいはい、そうっすよね。これめっちゃいいっすね。なんか、いや、この丈がめちゃくちゃ綺麗ですよ、なんか。いや、ほんとかわいいっすね。かわいい。またリブついてるのにちゃんと締めない。はい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 。これでたまんないっすよね。うん。いいなって思いました、うん。これかっこいいな。で、このジャケットが、これもヘルムートラング。ヘルムートラング、はい、うん。ヘルムートラングのジャケット。で、このシャツが、何でしたっけ、ドリス・バンノン。ドリス・バンノン。いや、大変だなぁ。映画とかにもなってますよね。あ、そうなんですか。そうです、ドリス・バンノンっていうのが。へぇ、そうなんだ。いや、これかっこいいっすね。なんか、このシャツだけ、シャツとスウェットの感じもめちゃくちゃいいっすね。うん、あ、すいません。で、これをベースになんかジャケットみたいな。頭、うん、なんかジャケット変えても、まあ、全然ジャケットでも、はい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 、バッチリハマる。うん、なんかあとおすすめみたいな、あ、これ合わせるといいよみたいなあります。ジャケットの下りからまたジージャン着てるってのもあるんですけど、でもこれ合いそうっすね。あ、いいっすね。はい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 、こっちの方が飲み込みやすい方多いんじゃないかな。確かに。でさらに、はい、ニット帽も一緒に合わせてもらえたら。ニット帽、これにニット帽、なかなか俺がするスタイルじゃないですけど、これもいい、今っぽいのかな、これが分かんないですけど、今っぽいの、まあまあ、まあ、こんな感じでもいいっすね、新鮮っすね、うん、めちゃくちゃ、うん、似合いますよ。本当ですか、うん、これでもさすがに待ち合わせでこれ来たら無視するでしょ。いや、無視はない。ただ2回ぐらい素通りするかもしれない。スウェットパンツですからね。もうでもかっこいいです。スウェットパンツは僕は結構好きなアイテムなんで。ああ、本当ですか。いや、虫めちゃくちゃ新鮮。かっこいいですね。うん、いや本当おすすめのスウェットパンツ。はい、これはこのパンツめっちゃいいですね。形も綺麗だし履きやすいし、いいですね。さあ、そして今回はゲントさんで撮影させていただきました。ありがとうございました。はい、こちらこそ。はい。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。いや、よかった。もう嬉しかった。もうなんかこのスウェットパンツすげえ気に入りましたもんね。まあそれぐらい似合ったってこと。いや、これめっちゃいいですね。なんか新しい扉が開いた感じしてすごい楽しかったです。いや、よかったです。嬉しいです。はい。で、こんな感じでデザイナーズのアーカイブとかお探しの方は、もうぜひ、このゲントさんに、まあ、来てくださいということで、まあ、今回の動画はこれで、はい、以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。